このモデルでは全加工誌の中間部に非常に高度狭窄病変を用意しております。で、良いバルーンですと、この病変も簡単に通過いたしますけれども、少しバルーンをインフレーションしていただいて、トライしていただくと非常に通過が困難になります。ご覧いただきますように、単にバルーンを押すだけでは、ガイドカテがプロラプスすることによって、バックアップが得られずに、 通過できませんこのような場合例えばこのモデルですと回線紙のステント部にバルーンをかけて頂い,いてこのバルーンをインフレーションすることによりガイドカテを安定化させることができますご覧いただきますようにバルーンを引きますとガイドカテがディープにエン,ジエンゲージされて非常に強いバックアップが得られている状態が分かると思います。この状態で先ほどインンンフレーーションしたバルーンを 強作部に言えますとかなり抵抗感はありますけれども外頭のバックアップが十分にらえるためにバルーンが通過することができますこれをアンカーバルーンテクニックと使用します